エディ・ラッシュは NBA のレフェリー。アメリカ合衆国ジョージア州コロンビア出身。1988から89シーズンより、現在に至るまで NBA でレフェリーを務めている。背番号は32番。2012から2013シーズン終了時で、レギュラーシーズンで1400試合以上、プレイオフで160試合以上、ファイナルでは9試合の経験がある。 ジョージア州コロンビアの WH スペンサー高校では野球とバスケットボールをプレーし、卒業後はジョージア州立大学に進学し1983年に卒業した。NBA に入る前にハイスクールの試合を10年審判し、カレッジ、プロリーグの審判へと転身した。カレッジでは8年務め、1991年、1992年は、 NCWA トーナメントファーストラウンドの審判も務めた。あとに5年間 CBA のレフェリーも務めた経験を持つ。ラッシュは NBA レフェリーでただ一人4シーズン連続でファイナルの審判を務めている。b n n e t t s a l v a t o r e r b a s k e t b a l l r e f s c o m ありがとうございます。